スミレウリっていろんな用途があるよな。果肉は食べられるし、皮は染料に加工することもできる。パイモンもいろんな用途があるよね。私のガイドになってくれるし、他の人に嫌なあだ名をつけることができる。おう、オイラのことをそこまで理解してるなんてさすがだぜ。ちょっと待て、もしかして最後にあのオチをオイラの使い道として言おうとしてないだろうな。こうして口を塞いでやる。言わせるもんか。退屈だ、元気が出ないぞ。暇だし、騎士団の人たちのモノマネでもしてみない？うえ、それって失礼だったりしないか？ははは、騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。ははは、騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。